アーテックの光の差し込む絵に黒い画用紙をプラスしてステンドグラス風に仕上げましょう。この作品の作り方を説明していきます。まず切る線を描きましょう。明るい色の色鉛筆で用紙の周りにぐるっと線を描きます。幅はだいたい1センチです。物差しを使って描いてもいいし、だいたい1センチでいいので手で描いても構いません。これを線が見えるように四つ折りにします。そして線と線が重なるように三角に折ります。折った時に端に線が来ていることを確かめてください。両側一箇所ずつホッチキスで留めます。ここは切り取る部分です。好きな形に切り取っていいので線を描いたら切り取る部分に斜めに印をつけておきましょう。あとは空いているところにどんどん切り取る形を描いていきます。両側から描いた線と線の間は1センチ以上空くようにしてください。ここがつながるとバラバラに切れてしまいます。一度描いた模様から伸ばしていくこともできます。どんどん複雑な形にしていきましょう。次はこんな風に線に沿って切っていきます。バラバラにならないようにホッチキスのところは一番最後に切ります。ハサミは外から中へ外から中へと切っていきましょう。無理に引っ張ると破れることがあるので必ずハサミで切ってください。ゴミがたくさん出ますので、下にゴミ袋やいらない紙を敷きましょう。こんな複雑な模様は何回かに分けて切ります。これでうまく切り取れました。こちらも同じように切っていきましょう。ホッチキスのところが残りました。複雑な形の方から切っていきましょう。この一番外側の部分は切ってしまうとバラバラになってしまいます。間違えないように残すと書いておきましょう。ホッチキスが最後の一箇所になったら、もう他に切るところはないか確かめてください。ここをもう少し切りましょうか。
そして最後に残ったホッチキスの部分を切り取ります。切り取った紙をプラダンに貼りましょう。まず紙を広げていきます。丁寧にしっかりと折り目を伸ばしながら広げていきます。こんな形ができていました。この最初に残すと書いた方を上にします。こちら側にボンドをつけていきます。ボンドがはみ出すといけないので、いらない紙を敷いてください。ボンドが盛り上がるほどつけるとはみ出てしまいます。別の紙にボンドを出して、指にナイロン袋かラップなどを巻き、指の先につけてクリームをちょっとずつつけるような感じでボンドをつけていきます。ボンドが乾かないうちに手際よくつけてください。ボンドが足りなくなったら途中で足しながらつけていきます。最後は周りにもつけていきましょう。最初につけたところで透明になって乾いてきているところにはもう一度つけましょう。ボンドを乗せていた紙の上にナイロンを置いて、捨てるときにくっつかないようにしましょう。プラダンを黒い紙の端にぴったりと合わせて上から乗せます。しっかりと押さえたら裏返して、ボンドがはみ出しているところをきれいに拭き取っておきましょう。裏側からセロハンを貼ります。セロハンは黒い紙を貼っていない方に貼ります。好きな色を選んだら大まかに切って貼っていきます。ボンドはセロハンの周りに薄くつけます。つける量は最初黒い紙につけたぐらいです。セロハンが重なるところを作ると、光を通したときに違う色に見えます。どんどん貼っていきましょう。だいたいセロハンが貼れたら仕上げをしていきます。光を通してどんな風に見えるか確かめながら、さらにセロハンを貼っていきます。時々光を通してみながら仕上がり具合を確かめます。
足りないところに残ったセロハンを貼っていきましょう。出来上がったら名札と紐をつけましょう。もう一度光に透かしてみて、どんな形が見えるか、どんなところで何をしているのか考えて題名をつけます。題名が決まったら名札を書きましょう。名札も作品の一部です。丁寧に書きましょう。コメントには色や形などに関係のある言葉を入れましょう。のりしろにボンドを薄くつけたら、作品の一番下の真ん中につけます。左右対称の作品になっていますので真ん中が分かりやすいです。一番上には穴を開けます。これも中心を合わせて穴を開けてください。紐に吸盤を通し、紐の両端を前から後ろに通します。裏返して紐の先を揃えたら、吸盤を上に出してゆったりと蝶々結びにします。キュッと引っ張るとちょうどいいぐらいの長さになります。これをガラス窓に飾ると美しい色が出てきます。黒い紙の切り方を変えるとまた違った感じの作品になります。曲線を使って切り取ると柔らかい感じの作品になります。形や色を工夫して自分だけの作品を作りましょう。